2019年4月2日よりテレビ東京テレビ大阪テレビ愛知にて好評放送中の TV アニメ「ワンパンマン」の第2期最終回が7月2日に放送されるのにあたって最終回キャスト集合写真とコメントが到着した「ワンパンマンは」は 隣のヤングジャンプにて連載中のウェブ漫画原作「ワン」「村田悠介」を原作としたアニメ作品どんな強敵でもワンパンチで倒してしまうほどの圧倒的な力を手に入れたがゆえに情熱を失ってしまったヒーローの日常をアクション漫才に描く。 2015年10月から12月に放送された第1期のスタッフは監督がスペースダンディの夏目慎吾さんシリーズ構成がタイガーバニーの鈴木千恵宏さんキャラクターデザインが「新世界より」の久保田右京さんアニメーション制作は「マッドハウス」 2016年9月には第2期の制作が発表され現在2019年4月より第2期が放送中だとは TV アニメワンパンマン第2期制作決定2017年にはスマートフォン向けゲームも登場ロア2019旬アニメ今回 テレビ東京テレビ大阪テレビ愛知にて好評放送中の TV アニメ「ワンパンマン」の第2期最終回が7月2日に放送されるのにあたり最終回キャスト集合写真とコメントが到着したので紹介するコメント継承略 古川誠埼玉役最終回まで収録を終えられた感想アニメ1期から続くシリーズとして2期ができたことが嬉しかったです。幅広く他のキャラクターにもスポットが当てられたことでワンパンマンの世界が映像としても広がったように思います。 埼玉としてはいつもより多くのキャラクターと接点が持ってたシーズンでもあったので一期とはまた違った感覚で進められたなと思っています最終回の見どころメッセージ第2期は様々なキャラクターが登場すると同時に様々な伏線が新たに見えたシーズンでした ガロやヤ怪人協会をめぐるお話、ひいてはワンパンマンという作品をまだまだ続けていきたい。そんな制作人全体の気持ちが伝わるような続きが気になる最終回になっていると思います。原作、コミックスではすでにその後も描かれていますが、アニメーションでもまたいつかこの続きを お届けできるよう頑張って参ります。これからもワンパンマンを楽しんでいただけると嬉しいです。第2シーズンありがとうございました。石川怪人、ジェノスやクサ最終回まで収録を終えられた感想2期になって、たくさんのヒーローや怪人たち、 そして武道家が登場して物語が大きく動きました各々の,の,の思いや戦いでドラマがさらに深くなり戦闘も大きな盛り上がりを見せていたように思います2期でジェノスを演じるにあたって強さをテーマに演じていました 最終回の収録では、その集大成、そしてさらなる課題が見えてきて、最終回なのにこの先の未来にワクワクしました。最終回の見どころ、メッセージ最終回は、ガローに加え怪人との戦闘で大盛り上がりです。もちろん、ジェノスも戦闘に参加しますが、 バングとボングそしてキングの頑張りにぜひ注目していただきたいです。ガロウの戦闘は本当に熱くなってしまい、役としては敵のはずなのに強く感情移入してしまいました。最終回の熱い戦闘をぜひ楽しみにしていてください。 安源用キキング役最終回まで収録を終えられた感想をあった気がしてませんもっともっと先まで行きたい。本当にそう思っています。それくらい魅力的な世界なんです。見てくださった皆様も絶対に同じ気持ちだと思います。 最終回の見どころ、メッセージキング的にもこの最終話は少しだけ成長を見せられた回だと思います。そのキングとしての見どころ、と言いますか、各の部分は、第2期第1話、13です。なので、自分に憧れて業界に入った、古川くんのためにも、 かっこいい先輩の姿を見せなきゃなぁという思いも抱えてやりきりましたアフレコ後に自分の台本を古川君にプレゼントしたのですが家宝にしますと言ってもらえて嬉しかったですこの回の緑川の気合感じてください あそこでさらけ出したからこその最終話の彼だと思うんです。ああ、もっともっと演じたいです。本当に、緑川光画廊役最終回まで収録を終えられた感想画廊の見せ場は終盤にウエイトがあったのですが、徐々にキャラクターに馴染み、最終的には全て出し切れた感じでした。 普段あまりやらないタイプの役だったのでプレッシャーはありましたが色々いろいろと試行錯誤して頑張りました。そのおかげかとっても大好きなキャラクターになりましたね。あとできれば埼玉ともっと絡みたかったです。それだけが残念でした。せっかく古川くんと共演できたのに苦笑。最終回の見どころ。 メッセージ自分的には、今回ガロを演じる上で一番気合を入れないとダメだろうなぁと思ったのが最終話の一つ前の話なんです。商品情報ワンパンマンシーズン2ブルーレイ DVD 第1巻発売日2019年8月27日価格ブルーレイ ブククサ -14617、0円、税別、DVD、ブクバ -49616、0円、税別、収録、には OVA 収録本編ディスク、約112分予定特典ディスク、未定、スペック、ブルーレイ本編ディシェリップリニア PCM、ステレオアベクブド50時16、9。 特装限定版以降毎月発売、全6巻レンタル DVD 同時リリース発売、販売元、バンダイナムコアーツ OVA201、アニメ完全オリジナルストーリー約10分 TV アニメ、ワンパンマン帰ってきた。マジ特番01、放送開始記念特番、一撃でわかる。TV アニメ、ワンパンマンマジ振り返り。スペシャルディスクブックレットキャストオーディオコメンタリー13。 特性味方瀬好き。正式な話数表記は第1期からの投資話数となります放送配信情報テレビ東京テレビ大阪テレビ愛知にて毎週火曜深夜1時35分放送中ニコニコ生放送アニテレにて同時配信中 キャスト埼玉、古川誠ジェノス、石川怪人音速のソニック、カジユキキング、安元容器地獄の吹雪、キ、速水沙織画郎、緑川光ほかスタッフ、原村太祐介、ワンパンマン、集英社、隣のヤングジャンプ。幅広く他のキャラクターにもスポットが当てられたことで、 ワンパンマンの世界が映像としても広がったように思います埼玉としてはいつもより多くのキャラクターと接点が持ってたシーズンでもあったので一気とはまた違った感覚で進められたなと思っています最終回の見どころ メッセージ第2期は様々なキャラクターが登場すると同時に様々な伏線が新たに見えたシーズンでしたガロや怪人協会をめぐるお話ひいてはワンパンマンという作品をまだまだ続けていきたいそんな制作人全体の気持ちが伝わるような続きが気になる 最終回になっていると思います。原作、コミックスではすでにその後も描かれていますが、アニメーションでもまたいつかこの続きをお届けできるよう頑張ってまいります。これからも ワンパンマンを楽しんでいただけると嬉しいです。第2シーズン、ありがとうございました。石川怪人、ジェノス役最終回まで収録を終えられた、感想2期になって、たくさんのヒーローや怪人たち、そして武道家が登場して、物語が大きく動きました。おの,おの,の思いや戦いで、ドラマが、 さらに深くなり、戦闘も大きな盛り上がりを見せていたように思います。2期でジェノスを演じるにあたって、強さをテーマに演じていました。最終回の収録では、その集大成、そしてさらなる課題が見えてきて、最終回なのにこの先の未来にワクワクしました。 最終回の見どころ、メッセージ最終回は、ガローに加え怪人との戦闘で大盛り上がりです。もちろん、ジェノスも戦闘に参加しますが、バングとボングそしてキングの頑張りにぜひ注目していただきたいです。ガローの戦闘は本当に熱くなってしまい、役としては、 敵の,はずなのに強く感情移入してししてままいました。最終回の熱い戦闘をぜひ楽しみにしていてください。暗源用キキング役最終回まで収録を終えられた感想をあった気がしてません。もっともっと先まで行きたい。本当にそう思っています。それくらい魅力的な世界なんです。 見てくださった皆様も絶対に同じ気持ちだと思います最終回の見どころメッセージキング的にもこの最終話は少しだけ成長を見せられた回だと思いますそのキングとしての見どころといいますか核の部分は第2期第1話13です あそこでさらけ出したからこその最終話の彼だと思うんです。ああ、もっともっと演じたいです。本当に、緑川光画廊役最終回まで収録を終えられた感想画廊の見せ場は終盤にウエートがあったのですが、徐々にキャラクターに馴染み、最終的にはすべて出し切れた感じでした。 普段あまりやらないタイプの役だったのでプレッシャーはありましたが色々いろいろと試行錯誤して頑張りました。そのおかげかとっても大好きなキャラクターになりましたね。あとできれば埼玉ともっと絡みたかったです。それだけが残念でした。せっかく古川くんと共演できたのに苦笑。最終回の見どころ。 メッセージ自分的には今回ガロを演じる上で一番気合を入れないとダメだろうなぁと思ったのが最終話の一つ前の話なんですなので自分に憧れて業界に入った古川くんのためにもかっこいい先輩の姿を見せなきゃなぁという思いも抱えてやりきりました アフレコ後に自分の台本を古川くんにプレゼントしたのですが、過宝にします。と言ってもらえて嬉しかったです。この回の緑川の気合、感じてください。商品情報、ワンパンマンシーズン2ブルーレイ DVD 第1巻、発売日、2019年8月27日、価格、ブルーレイ。 ブククサ -14617、0円、税別、DVD、ブクバ -49616、0円、税別、収録、には OVA 収録本編ディスク、約112分予定特典ディスク、未定、スペック、ブルーレイ本編ディシェリップリニア PCM、ステレオアベクブド50時16、9。 特装限定版以降毎月発売、全6巻レンタル DVD 同時リリース発売、販売元、バンダイナムコアーツ OVA201、アニメ完全オリジナルストーリー約10分 TV アニメ、ワンパンマン帰ってきた。マジ特番01、放送開始記念特番、一撃でわかる。TV アニメ、ワンパンマンマジ振り返り。スペシャルディスクブックレットキャストオーディオコメンタリー13。 特性味方セケース機正式な話数表記は第1期からの投資話数となりますテレビ東京テレビ大阪テレビ愛知にて毎週火曜深夜1時35分放送中ニコニコ生放送アニテレにて同時配信中キャスト埼玉 古川誠ジェノス、石川怪人音速のソニック、梶裕貴キング、暗言陽器地獄の吹雪、早見沙織画郎、緑川光ほかスタッフ原作、村田雄介、ワンパンマン、集英社、隣のヤングジャンプレン。